はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ダンジョン高校攻略、今回は、レシピの456ですね。この3つを、手に入れるためにやっていきたいと思います。じゃあダンジョン潜るところまで、進めていきましょう。まずはね、団結レベルを上げながら進めていきます。で、今回は自分の役割はスナイパーでいきましょうかね。ガードはノゴロウくんにお任せします。じゃあ急降車に、潜りましょう。で、装備はレシピ3までは、作ってありまして、まず編成からしていきますか。で、レンチャーはね、一番最初はミサちゃんを連れていきましょう。で、ガードはノゴロウくんと、これで4種類ですね。で、一応ミサちゃんね、クリスマスとか告白が間に合えばね、回復してくれるんで、一応回復目的で、告白が乗るところまでは評価上げていこうかなと思います。で、その後はナヌークに、切り替えていきます。で、サイガはね、目利きがありますので、サイガを連れていくとして、で、装備はロードができるんですよ。で、装備4だったかな、がスナイパー用の装備で、パチンコの全体攻撃と吹き矢2つ装備してます。で、あとジャケットとかね、ヘッドライトがいいところは、暗視っていうのがあるんですよ。で、探索ルーレットの速度が下がると、早いとね、ちょっと、目押しが難しくなるんで。で、運動靴は行動速度上げるために装備させてますと。で、サイガくんはバウンサー用の装備はこれか。で、ミサちゃんはレンジャーで、レンジャーはね、このダークファングですね。上のダークファングがなんか二刀流と電光石火がついてて、電光石火っていうのは、ちょっと必殺技みたいなやつで全体攻撃ができるものになります。で、下のね、ダークファングもね、二刀流がついてて、ダークファングの二刀流になってます。まあもちろんね、2回分の TP は使うんですけども、火力はね、だから結構出ますね。で、ナースキャップは、応急手当があるのでつけてますというところですね。で、ノゴロウくんはガードなので勇者の剣ですね。まあ勇者風なんですけど、これで一応見ていくと、スキルとしては、まあ、主人公はね、最初から持ってるスキルがないので、暗視だけで、サイガが、目利き、いいものを拾いやすくなる、応急手当、まあ、体さばきと伝承知識はまあ、なんだっけ、おまけでついてる感じで、ミサちゃんは何持ってんだ、あんまりミサちゃん気にしたことないな。吸血コマンドが使えるようになる、ほうほうほう。応急手当て、あれ、あ、そっか、二刀流いいのかいいのか。で、転倒耐性もね、ついてるので結構いいでしょうと。で、ノゴロ君のいいところは、霊力を持ってるってとこですね。霊が出てきた時にこの霊力がないとね、ダメージが通らないんですよ。で、そうすると装備でね、霊力のついているアクセサリーとかをつけなきゃいけないんですけれども、ノゴロウくんに関してはもともと霊力を持っているので、なんで霊力持ってるんだっていうのは、不思議ですけれども、まあ、一応それで、ノゴロウくんを入れてきてますと。あとね、こう初心者に関しては探索技術、そう、探索技術と、暗視ですね。これはね、結構おすすめです。かなり目押しがやりやすくなるんで。で、レシピ4。またね、ダンジョンは最初からやり直しになるんで、校舎入り口から行きましょう。まあ、校舎入り口はね、普通にクリアするだけなんで、サクサクサクっとやっちゃいます。じゃあ次は1階南廊下ですね。こちらを探索していきます。で、校舎のところでね、全然戦闘してなかったんですけど、最初はね、戦闘してった方がいいですね。敵を倒して団結レベルを上げるのと、あとアイテムがね、増えるので、ここら辺は、ここら辺かな、ここは1階、このビックリマスを踏みますと。で、新しいルートを開拓して、あとはまあまたね、戦いながらクリアしていきましょう。
まあ適当にやってたら強敵に当たっちゃった。で攻撃力自体はねこいつ結構強いんで、みんなまず防御させて、あ間違えた、逃げたらあかん。でノゴロくんですね、ノゴロくんに、この鎧貫き貫通をやりますと。で一発で倒しますね。でこいつね鋭い牙持ってるんですよね。で鋭い牙ってレシピ3のね誰だったかな、レンジャーの武器を作るのに必要なんで、俺はたまたまなんか知んないけど貫通がついたんでね集めやすかったですけど、貫通武器がないとちょっとこのムカデは辛いですね。で、次は2階南廊下ですね、ここに行きますと。でここもびっくりマークマスを踏む必要はないので、まあ、サクッとクリアしましょう。じゃあ次は2階東廊下ですね。でこのね2階東廊下がね、びっくりマスを2回踏む必要があるんで、まあ、ちょっとね目押しとかが苦手な人だと2回とかね最悪3回とかに分けて探索をしなきゃいけないかもしれないですね。どこら辺で踏めばいいかな、ここら辺かな、ちょっと早かったな。うん、慣れればね、だいたいね、分かってくるんですよ。これでね、この渡り廊下の道を発見しないといけないんですよ。でこの渡り廊下にね、霊属性の、幽霊の霊ね、敵がいるんで、しかも結構っていうかね、かなり強いんですよ、序盤だと。それがね、めっちゃ厄介なんですよね。で、次は2階階段ですね。3階への道に行きましょう。回復アイテムそろそろ作った方がいいかな。割とね強引に突き進むんで、まあ、強敵マスがね重なっててくれるのはありがたいですね。回避しちゃう、わめっちゃ早く止まった。やべえ。貫通お願いします。あとは防御、防御防御と、うわ外しやがった、しかもマジかよ、あぶねえ。よしまだ一発で倒せるね。で、今度は3階南廊下に行くんですけれども、ミサちゃんって今どうだったっけ、ちょっと待ってね。ミサちゃんの評価が見たい。イベントデッキじゃなくてその他関係者、もうあれ3あれば告白してくるっけ。なんか忘れた。まあいいや、もうちょっと連れてくか。で3階南廊下、ここに行くとねちょっとストーリーが進むんですけれども、1階南廊下に行って、あ回復アイテムがない、ここら辺から作っていこう。でまたね結局2階に戻ってくるっていう。煙幕が作れるね、ガラスの瓶とか最初から持ってんのか。煙幕はねめちゃくちゃ役に立つんですよね、 100% 逃げられるんで2つくらい持っておこう、いざっていう時に逃げ出す。で3階南廊下行きましょう。でここは普通にクリアするだけで大丈夫です。
で、一応ここでね、なんかちょっとボスっぽいやつが出てくるんですけど、まあ別にね、負けても物語は普通に進みます。あと、そんなに強くはないかな。装備が揃ってれば。おわぁ、ミサちゃんやられた。しまった、ミサちゃんの評価が下がる。あ、しまった。しかも。まあ、イベントを見ていきますか、じゃあ。怪人が2階にいる。秘密の部屋にいるみたいな。悲しい、ミサちゃんの評価が下がってしまった。じゃあ次の探索は教室 2D ですね。この教室 2D に行きましょう。レベル30か。だからノゴロくんレベル50とかめちゃ高くない？なんで？まあいっか。装備品がいいのかな。このねハートマスがねあるとね結構楽なんですよね。で、こいつらもね下に青いなんていうのこれゲージがあるんですけど、まずこの青いゲージを減らさないといけないんですけど、のごろくんのね、この鎧貫きは貫通持ちなんで、もうダメージを一気に与えられます。だから貫通武器はね、結構そういうのでもね、必須なんですよね。まあ、貫通武器はね、そこまで攻撃力は高くないんですけど、まあなんかね、不可能力でついたんで、まあちょっとラッキーだったっていうところはありますね。じゃあ次は教室の 2E の探索になります。ここですね。どうしようかな。ちょっと編成をナヌークに変えますか。ミサちゃんは外して、ナヌークを入れて、で装備、ミサちゃんの装備を一旦全部外して、ナヌークに付け替えますと。これね慣れないとね付け忘れるんですよね。ダクファークで、ナヌクのいいところは幸運がねついてるところですね。幸運はお宝発見数が増えるということで、お宝目当てに行きましょう。教室に E を探索します。ここも普通にクリアする感じになります。あー、でこのガがねわりかし厄介なんですよね。混乱にしてくるんで危ない危ない。しかも強い。ちょっと戦闘は避けつつ行った方がいいかな。次は2階北廊下に行きます。ここでレシピ4が手に入りますね。2階北廊下レベル38か。やばいな。ちょっとそろそろレベル上げの方も集中的にやっとかないとこの先がきつそうだね。まあ一応行きますか。ここもクリアだけで OK なんで、まあ、最悪ね敵と戦わないところを踏んでいけばクリアだけだったらなんとかなるんですよね。この強敵マスを踏まずにこなしていけば。これで開発に新しいアイテムが追加されたと。まあ、ここら辺のね物語はちょっと1周目を最後にやるときに全部物語を見ながらやっていきたいと思います。
で、ミサちゃんね、告白イベントが起こったので、こういうところでね、回復してくれるのが、大きいんで、まあ最初は、彼女評価を上げながらやっていきますかねというところ。で、開発一応見てみましょう。レシピ4。あ、全回復薬とか回復スプレーとか、そうか、ここら辺で出てくるのか。スケスケシールドね。シールドはね、なんかあんまり使わないんですよね。ボーラ。ロープ状の武器。罠系ですね。点灯があるのか。で、ビーストクロー。あ、これ欲しいな、ビーストクロー。精霊砲とか。ピストル。これ何が違うの？ヘッドショット。急所狙い。あ、ヘッドショットいいかもね。攻撃力と命中率は変わんないからね。精霊効果で4がご機嫌アーマー、防塵ベスト。防御力の高いやつってね、行動速度がめっちゃ下がるんですよね。すげえいっぱいあるな、レベル4で32マイナス18とかね、まあ、防御力はね高いんですけどね。頑丈、負傷耐性。あ、負傷耐性結構いいかもな。いやでもさ、12違うからね、フルプレートと防塵ベスト、まあ、どう取るかだよね。行動速度を下げると、まあ、多分ね、ここら辺の鉄桁は明らかにさ、行動速度下がるよね。グレートブーツ、行動速度下がる。快速シューズは上がるでしょ、6。ここら辺で補強していかなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさい。でね、ふわふわフードはね、人数分作っておいた方がいいです。これ、混乱耐性がついてるんで。で、混乱はマジで厄介なんで。じゃあ、ふわふわフード、今のところだとふわふわフードか。雲の糸が5個あるから、丈夫な霊布を5つ作れば、5つじゃなくて4つ作ればいいのか。作れる？丈夫な霊布。精霊布が2つで、洗い布が2つで、洗い布作るのに精霊のもとがいっぱい必要だね。精霊のもともそんなに作れるわけではないか。と、あとここら辺の、特に何にも、こう、追加能力がない。赤石の指輪とかあるじゃないですか。これは作った時にランダムで追加能力が、何個か付与されるっていうものになりますね。勇猛、応急手当、救急キットか。でも救急キットのためにアクセサリーだけで行くのはな、ちょっともったいないよな。まあ、まずはね、武器を作っていきますか。ビーストクローっていうか、やっぱりこっちだな。真空ピストル。気合、丈夫なツタか。ツタ系の敵を倒さないとダメだね。真空ピストル、精霊光。精霊光作れないかな。炭が1個あれば作れんね。何が必要？精霊光、3つも必要なのかよ。まあいいや。精霊光が、ってことは、鉄を3つ、鉄2つ作れる？あ、鉄2つ作れんね。鉄2つ作って、あとは炭。炭も余裕で作れるね。硬い木があれば大丈夫なんで。これで精霊光が3つ作れるね。よし。で、まあじゃあとりあえず作れる方の真空ピストルをいきましょう。157とかめっちゃ強いよな。157の85が基本なので、157の85、弱くなってる。弱くなってるし、 TP 消費も多くなってるね。マジか。こういうのになるとちょっとショックだよね。じゃあ改造パチンコもいいかな。でも攻撃力自体はね、全然上がるんでいいでしょう。これでいきましょう。で、渡り廊下か。ちょっと渡り廊下、ここですね。43か。43か。ちょっときついな。ちょっときついね。もう一個装備を作りたいね。そうするとまだ年内なんで、もうちょっと装備を整えますか。ビーストクロー欲しいね。ビーストクロー、精霊光、鋭い牙はムカデ倒したんで持ってるでしょ。精霊光か。また鉄をまた作んなきゃいけないけど、精霊の元だね。いや、ちょっと2つくらい精霊の元作って、もう1個必要。精霊光作るのに精霊鉄が必要でしょ。
精霊鉄は2つしか作れない。であとは炭か、また炭も2つくらい作っておこう。これでビーストクローがいけるか。じゃあ精霊庫作ってねえよ、肝心な精霊庫作ってない。精霊庫作ってでビーストクローか。45の85、45の85、43の85だ。献身っていうのがついたね。もう一個作っておこう。いいのができないかな。ビーストクロー、あ、しまった、鋭い牙2つ必要だった。ってことはちょっとムカデ退治に行くか。レベルを上げつつムカデ退治に行こう。2階廊下でムカデは出るんで。結局ムカデに当たんなかったマジか。まあいいや、とりあえず素材集めを続けます。じゃあとりあえず鋭い牙を手に入れたのでどうしようか。もう一個ビーストクロー作ってみる。鋭い牙とかなんか必要だったっけ。いらないよね。鋭い牙ちょっとスケスケシールドは作らなくていいので、ボーラも全然関係ないでしょ。ボーラってさ、二刀流できるの罠。どうやって見るんだ。編成から見れば、装備で見ればいいのか。スキルの二刀流ですね。剣、探検、あ、探検じゃないと二刀流できないんだ、やっぱり。じゃあどっちがいい。二刀流があるんだったらダークファング二刀流にした方が良さそうな気はするんだよね。まあ、レシピ4は無理やり作んなくてもいいか。ちょっとこのままでレシピ5に挑もう。で、最悪煙幕があるからこれでしのぎ切ろう。じゃあかなり肝になりますね、この2階渡り廊下。そうごめんなさいごめんなさい。2階渡り廊下に行くときは耐冷装備をしないといけないんで、どうする、何かを外さないといけないんだよね。安心はつけておきたいな。運動靴をこの不思議な機械ですね、アクセサリーの不思議な機械で、霊力がつくんですよ、霊力が。なので、目利きはサイガにつけたいから、スナイパー1上がるね、これにしよう。で、サイガの装備は、どうする？運動靴か、やっぱり外すか。運動靴外して、そうか、バウンサーでもヒットポイントが下がるんだね。いや、目利きをつけよう。で、ナヌークちゃんも運動靴を外して、レンジャープラス3と、これにしよう。で、ノゴロ君はもともと霊力があるんで、装備を変える必要はないですね。では、これで渡り廊下に挑みましょう。体力は 100%、回復アイテムは6個、煙幕が2つ。
イベントはちょっと飛ばしちゃいますと。最初はねこれゆっくりなんですよね。最初はでここは別にね何かを踏むっていうことはないので、ただ敵も強いんだよね。闇の番犬、もうこのなんかちょっと薄くなってんのが分かりますかね。あ、ここから先にはいけない。あ、この闇の番犬霊って書いてあるんですよ。でも霊って書いてあるやつは霊力がないとダメージが通らないっていうね、ちょっとめんどくさいやつらなんで。で、あんまり早すぎると死ぬ恐れがあるから少しゆっくりめに行くか。うわ強い強いね。うわダルークとかの人はもうすでにやっばいんだけど、ダッカングは強いからリロードするんだったら回復薬でナヌークを回復させるか。攻撃はもうこいつらに任せよう。いやダメだ全然減らんわ。マジか強え。めっちゃミスるんだけど、しかも負傷ダメージかなりでかいな。いやマジ当たらんってどうする回復をじゃあナヌークとノゴロウ君に任せるか。あ、間違った、両方災害になってる。危ない危ない。で自分はね攻撃力だけは一丁前にあるんで。うわ外しやがった。いやマジで当たらん。黒い宝石とか硬い鱗とかな。これ戦闘回避してこう。ただ1マスずつ配置されてるからこいつらでね、ただ煙幕を使うのはもうもったいなさすぎるんだよね。まあいいや、このまま攻撃に行こう。真空ピストル当たらんか。よしよしよし。でちょっと自分で自分を回復というかあれか、サイガを回復か。オッケー。いやーきついきついきつい。魔獣の牙で 50% を超えたところかな。なんかすんげえ強敵が出てくるんですよ。でしかもねめちゃくちゃねこのルーレットが速くなるっていう。 54% 超えたんで、ほらこれタカ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 みたいなどこで押すかなこれは。ちょっと待ってね、3つ通り過ぎるところで押すか。全然ダメだ。でこの死神ね、まともに戦うとねマジで強いんで、煙幕使ってさよならですね。息を整えるってだいぶ後ろに行くんだよね。 TP 回復、まあいいや。でさよなら。これはもう 100% 逃走できるんでめちゃ役立ちますね。よし、普通の敵だったらまあ闇の番犬3匹。おいマジかよ、おいやばいぞ、いきなりやばいぞ。こいつらに対してはただ煙幕は使いたくない。うーん、電光石火虫だからね貫通とかも意味ないから、まあこれでいこう。やばい、何か死ぬ。うわ、ナヌークやられた。ナヌークが爆発したんだけど。いやー、あとはちょっと待って、回避したい回避したい。無理だよ、もう煙幕1個しかない。逃げろー。もうこの状態で死神はもう絶対無理だからな。あ、突破した。とりあえず強敵マスにさえ当たらなければなんとかなるかな。なんとかなるけど、あぶねえ。どこで押せばいい。結構均等に配置されてんね。あぶねえ。とりあえず突破した。ここはねマジ壁なんすよね。で開発に新しいアイテムが追加されましたと。ナヌークちゃんごめんなさい。でレシピ6がですね、さらにこの隠し教室にあるんですけど、まあ、今回はレシピ6まで手に入れれば、いいんで、
もうちょっとレベル上げとか素材集めをしてから行きますか。幻の合金とかねもう相当いいのが必要になってくるよね。ポイズンダガー欲しいよな。大釜の刃、大釜の刃はちなみにね、さっきのね死神が持ってるはずです。きらめき鱗粉とかね、めちゃ必要だよな。もう何にも作れんわレベル5は。で、爆音機全体攻撃はねどうなんだろうね。やっぱりだいぶ攻撃力が違うからね。でも1個持っておいた方が敵が大量に出てきた時に役立つのかな。セラミックメールとかスケールメールなぜか作れる。これ結構作れるよねマジか、これよくね。2だから3個作れるよ。3個、3人分スケールメール作っておこう。防御力は26、防御力は26ね。防御力は26、レンジャープラス3がついてね。よし、26バウンサープラス3がついてね。あ、悪くない悪くない。で、スナイパーいいねいいね。ってことはガード以外か。俺スナイパージャケットからスケールメールのスナイパー、防御力も上がるし行動速度はまあ1しか下がらないからね、全然いいでしょう。で、サイガニも装備させましょう。ザッケットからスケールメールで、バウンサーと。で、ナヌークも、スケールメールにしましょうと。あと、ガードか。ガード用の装備を一つ作りたいけど。何か作れるものは？フルプレート。精錬鋼が1個あればいけんのか。防御力自体は32。ガードの行動速度は遅くてもいいかな。セラミックメールとかね。あ、TP ボーナスプラス10つくんだ。TP もね、結構重要だからね。いやー、でも防御力全然違うね、やっぱり。すごいね、32か。普通に強えわ。グレートヘルムと赤いリボン。グレートヘルム、追加能力はなし、恐怖耐性があるのか。で、足は、サイレントシューズ、忍び足。先生が取りやすくなるのかな。で、ふわふわフード、混乱耐性はやっぱりつけておきたいんで、丈夫なレーヌの、そうですね、これ作りましょう。丈夫なレーヌの4つ、丈夫なレーヌの、これか、精レーヌのが2個必要だから8個え、ちょっと待って、精レーヌの荒い布がめっちゃ必要だね。荒い布、精霊のことが全然足らんわ。あ、そうか、もともとそれで見送ったのか。で、あとは光る指輪 TP ボーナス40。あー、いいね。行動速度プラス5、光る瞳、わりかしレアだな。そうだね。じゃあとりあえず精霊の作れるだけ作るか。アライヌももうまあ作るだけ作っちゃおう。もうで、精霊のダメだ、アイテムが足らなすぎる。ふわふわフード、丈夫な霊布だったら必要なの。1個しか作れんやん。丈夫な霊布を使って、8、ガードが上がるか。じゃあ、ノゴロ君に装備させますか。そうか、ナースキャップなのか、応急手当か。応急手当も悪くないからね。まあいいや。よし、これでいきますか。ちょっと、じゃあ、また素材集めをします。素材集め&レベル上げ。まあ、いろんなところ探りながらやっていこうかな。なるべくね、モンスターとじゃあ戦いながら、進めていきますと。進められません。ほい、動くね、めちゃくちゃ動くね。こう狙ったマスをね、やっぱり、あ、これ今のしくったな。またこれ一回も戦えない病じゃないか結局一回も戦わなかったわ。何にもならないからね。体力が下がって終わりっていう。
こういうね無駄なターンはね極力減らした方がいいんですよね。まあ、最初の方はね無駄なターンがあっても全然大丈夫なんですけど、後になればねめちゃくちゃシビアなんで、特にガチ育成の時はこの1ターンがねめちゃくちゃ重要になるんで、いやもう全然ダメだ。じゃあそろそろ隠し教室に行ってみましょうか。で煙幕がやっぱり欲しいんで、で煙幕にねこの黒色の粘液っていうのを使うんですけど、これさっき言ったね生徒会室ですね、あそこで桜っていうなんかピンク色の化け物が出てくるんですけど、あいつがね黒色の粘液を持ってるんですね。であそこは普通の敵と戦うと確かねあの桜しか出ないはずなんで、精霊のもともねついでに持ってるんで、煙幕のね、素材稼ぎにはいいと思います。でガラスの瓶自体はなんか炭となんとかを混ぜるんだったかな、炭とガラクタですね。だから最初の方で硬い木とかをね、いっぱい取っておいた方がいいです。で、とりあえずじゃあ、ガラスの瓶をもうちょいちょい作っておきますか。でガラスの瓶はね全体回復みたいなのにも使うので、赤色の粘液とネバつく液体とこれ1個持っときましょうか、なんとなく。で爆弾とかねほとんど使ったことないんだよね。やっぱね煙幕です。煙幕がねめちゃくちゃ便利。これってなんか5個までしか持てないのかな、10個まで持てるっけ。1つ、まあもともとガラスの瓶がないからあれか。よし、じゃあちょっとこれで、隠し教室に行ってみましょう。隠し教室は2階ですね。45レベル。強敵系は出ないっすね。青いマスだったんで早いな。ボスとかいるんだっけ隠し教室。お、なんかめちゃくちゃ探索がはかどってんな。うおー、なんかめんどくさそうなやつが出てきたな。爆弾ビートル。まあでも戦うしかないよね。スナイパーがねミスるとねすげえ致命的なんだよね。
まあ、早すぎて何が何だか分かんないけど、茶色いからとかさ、ゴキブリから持ってるからね。なんかもっといいやつ、爆音機関だっけ、なんかそんなの持ってた気がするんだよな。げ、闇の番犬出てくんだ。まあ、もともと装備してるけどさ、令和。よし、スナイパーがね、当たってくれれば、だいぶダメージがでかいんで。魔獣の牙、硬い鱗、ここら辺を使ってなんか作りたい気もするけどね。特別イベントは鍵、あ、鍵が落っこってる。で、鍵はね、所持していると、そのまま引き継ぐアイテムなんで。ちょっとな、どうしようかな。一回、息を整えたい。いや無理か、倒せないか、こいつらだけだと。でもまあなんとかなるかな。あ、弱いね。どっちかっていうと、あ、発音機関を持ってますねこいつらは。あ、なんか戦う、戦うね。なんちゃら幽霊みたいな、まあ、一回全回復しちゃおうか。あ、全回復だ。間違えた、全体回復が欲しかったのに。ちょっと待ってね。そうすると普通に攻撃をして、まあまだ一段くらいはいけるよね。てか弱いし。エクトプラズム、生命の名残。中庭の道を発見したと。で、開発に新しいアイテムが追加されたので、これでレシピ6ですね。で、次は基本的にはレシピ6の装備を整えて、やっていきます。ちょっとレシピ6の装備を見てみましょう。開発度で、ガードに関してはもうこのバリバリスティックですね。で、バリバリスティックは何なのかっていうと、耐霊がついてるんですよ。なんで霊に対してもうそのままこれを装備するだけでダメージを与えることができると。ただ幻の合金とかね、エクトプラズム、きらめく鱗粉とか必要なんで、作るのはめちゃ大変ですね。で、そもそもこれを作るのにやっぱりメイン合子とかがあった方が作りやすいっていうのはあるけど、でも結局幻の合金さ、2つ使うんだったらもうそのままバリバリスティックを作った方がいいかね。まあ、それはちょっと裏方でやります。罠かだったらポイズンダガーを、あ、そうか、二刀流はできないのか。ダークファング二刀流だったらこれ1個に変えた方がいいよね。気絶か、悪くないね。対軟体、貫通、貫通は便利だ。これ作っとこう。アイススプレッド、発音機関がある。爆薬、青い宝石。え、今回でこれ作りたいな。爆薬ってどうやって作るの。なんかすげえ作れそうじゃない。あ、作れる。これ1個作るでしょ。で、さらにさらに、あとは青い宝石を落とすやつをちょっと調べてやればいいのか。で、ここは、これは破壊、対虫、どっちがいいんだろうね。いずれにせよ幻の合金が必要なのか。精霊光はまあ普通にやってれば作れそうだから。あ、硬い鱗2つか、あいつらだね。で、ここはジャイロボだね。これ強いんだよね、やっぱり貫通持ってるから。大釜の塚、これもあれか、死神か、儚い霊視。これはまあ次の週あたりで裏方で作ると。で、あとはここら辺だね。反射、お、でも全然行動速度が下がらないから、34だったらこれ作りたいね。ミラーコート、そうだね、ミラーコートを作っていきましょう。幻の合金がだからめちゃくちゃ必要なんだ。全体的に鎧はね、ちょっとさすがに装備してないと無理なんで、呪い耐性もな、持っておきたいんだよね。だとやっぱりふわふわフードか。結局丈夫な霊布をいっぱい作んなきゃいけないと。頑丈、体さばきだから、まあここら辺は快速手術でいいかね。で、あと、お、いっぱいいいのがあるね。必殺、ヒットポイントボーナス、ここら辺は、まあ、作ってみなきゃ分かんないというところか。なのでふわふわフード、あと3つ欲しいんだよね。あと3つで、ふわふわフードを作るためには丈夫なレールのみたいな。これだよね。
セーレーヌのがいっぱい必要で、アライヌのが、あー結構作れるね、結構作れるね。まあいいや、あとで作ろう。じゃあまずはこのアイススプレッド、青い宝石ですね。これ誰落とすんだ、青い宝石って。闇の番犬、あーさっきのやつ落とすのか、あれ闇の番犬だったっけ、なんか違ったっけなので中庭図書室、地下道、地下とかに行くと植物のツタがいるから、中央図書室とかって行けるっけ。いやまだ中庭に来たばっかりだな。どうする、危険だけど渡り廊下行く、渡り廊下で闇の番犬から青い宝石狙いで行くか。いや死神強いんだよな。何月何週だっけ、そろそろちょっともう5月だからね、試合が始まるともう探索できないんで、まあいいや、ちょっと渡り廊下行きますか。体力 72% か、それもなんかきついな。一回メンタルでレベル上げとこう。これでちょっと渡り廊下に行きます、アイテム集めのために。で回復スプレーだ、これが欲しかったのよ、回復スプレーが。ガラスの瓶だね、炭がないけど回復スプレーは1個持っておけばいいでしょう。よし渡り廊下行きます。で死神戦いましょう。ここは貫通とかを使う必要はないから、まあ普通の攻撃でいいよね。電光石火もちょっとあれだし、真空ピストルでいいでしょ。で少し戦闘速度下げないといきなり死ぬからな。うわミスりやがった、いって最下があれか、恐怖状態になってるのか。あやばい、俺がやられる、その前に。よし、すくんでるのか足が。全回復を使おう。リロードしなきゃダメだね、やばい、あぶね、指示が出せないってマジか、恐怖で指示が出せないってかなり終わってんな。火力がなさすぎる、火力が。回復スプレーを使おう。もう1体しか倒せないわこれ、無理だ。よし、真空ピストルが当たらないとねマジで終わる。大釜の刃をさ手に入れたはいいんだけど、こっからもう無理だよ。不意打ちされたとかマジか、やられた。いやー煙幕でさ逃げ切ろうと思ったけどさ、不意打ちされたのはかなり痛かったね。死ぬとねアイテムがね手に入らないですからね。でも6月になっちゃうんで、青い宝石が欲しいんだけどな。中庭図書室か、ちょっと中庭図書室間に合うか分かんないけど、ちょっと中庭から探索しよう。で中庭もね、あの強敵がね出てくるんですけど、ここに出てくる強敵はなんか1ターンおきにしかね攻撃してこないんですよ。しかもめっちゃゆっくりっていう。わ流れた。でなんか土巨人っていうね結構強そうなやつが出てくるんですけど、これはもう全員逃げるんで OK ですね。なんかためるをしてるんで最初ダメージを食らうことなく、逃走できますね。でここまでただ青マスを踏まなきゃいけないんで、図書室への道でしょ、もう一箇所くらい確か発見できたと思うんだよね。ここはもうねターン数がないんで1回で探索を終えたいけど、よし。で食堂、中央図書室ってどうやって行くんだっけ、ちょっともう1回踏んでみるか。いけねえいやー本当にどれくらいずれるかっていうのがよく分かんないからな。あんまりずれないんだけどね、ずれた
これはもう探索完了したな。あ、地下室これでいけるのか。地下室はね、なんか植物のツタみたいなのが出てくるんだよね。残り1ヶ月でどれだけ手に入れられる。ちょっともう一回レシピ読めよう。植物のツタが必要なのってバリバリアイアンシールド何気に作ってるし、あ、アシッドウェッブみたいなのが作れるっちゃ作れるのか。アイススプレッドがいいよな。青い宝石、ちょっと一回地下道に行こう。地下階段か。まずは図書室、あ、中庭図書室行こう。ここに行こう。一応これが2つつながってるけど、強敵にはなる。めっちゃ流れたな何が出てくるの。ゲー、あれ装備しときゃよかった。混乱防ぐやつ。おー、わかりました。もう混乱するとわけわかんなくなるからな。強い、普通に強い。きらめく鱗粉をゲットと。できればもう戦いたくないな、あんまり。ここは結構流れるね。早めに押しとかないといけないかな。物置、戦闘はなるべくしたくない。ただきらめく鱗粉もなんとなく欲しい。道場とかね、マジ無理だからね。敵強すぎるから。ここ1周目は無理なんだよね。でもう1回くらいは別に戦ってもいいか。強敵いった。ただ1人、いけいけ、よし。ダイガの羽みたいなのを手に入れたね。82%。 今3匹か、2匹とかだったらめっちゃ混乱したわ。もうわけわからん。ただまだ1ポイントなの。すげえミスるわ本当にね、ミスるんだよねこれ。黒い石か。黒い石とかいうものより青い宝石が欲しい。お、植物のツタが出てきた。戦おう。倒せる。いいね。スナイパーやっぱね、攻撃力強いよね。当たれば。外すとすげえショックだけどね。丈夫なツタはとりあえず2つゲットか。丈夫なツタって何に何個必要だったっけ。今回復してもしょうがないんだけどね。もうで、まあ特に何かを手に入れたわけではないので、で1回はちょっと回復しないとね、きついよね。6月の2週に寝て、6月の3週と6月の4週を探索に当てて終わりにしますか。まあ、最悪ね、レシピ6は手に入れたんで、あとはまた裏方でね、ちょっと装備を整えるっていう作業が必要になるんですけど、一回寝よう。もうこれは寝ちゃおう。ちょっと待ってね、もう開発アイテムを見ないと。ミラーコートはもう絶対無理。これも絶対無理でしょ。硬い鱗ってない。本当に忘れるわ。なんだっけ。あ、ここら辺なんか作れる1個。あ、シューズはね、快速シューズ、きらめく鱗粉。あ、なるほど、これか。武器だな。ただジャイロ棒はもう絶対無理だから。え、真空ピストルをさ、もう1個作っとく。精霊光使って。あれ、違う違う違う。真空ピストル、あ、気合の弓、クリアプレート3。クリアプレートって何。あ、作れる。あ、3個作れるじゃん。きらめく鱗粉あるから、これ作ろう。1、2、3。よし、これで気合の弓を作ろう。で、そうすると真空ピストルと二刀流ができんね。
157。うわー、めちゃくちゃ攻撃力下がったけど命中率が5上がったのか。いや、クリアプレートもう無理だよね。3つは無理だよね。きらめく鱗粉がないんだ。きらめく鱗粉さっきのところ行けば手に入る気がするけど、吹き矢をちょっと変えよう。まあさすがにでもね、こっちの方が強いからね、ヘッドショットもあるし。そうするとやっぱりスナイパーの攻撃が当たるか当たらないかっていうのはめちゃくちゃ重要になってくるね。図書室、ただ図書室は青い宝石本当手に入んの、ここ怪人とかさ書いてあるんだけどさ。まあいいや、行こう。ここでちょっともう残り2ターンアイテム探しに費やして何かが作れれば OK と。ナヌークがやられたってか、まずい。これちょっともうこれ戦闘できないぞ。戦闘回避していこう。とりあえずもうここはクリアすることを最優先に。アイテムをねとにかく持ち帰る。きらめく鱗粉をねゲットしたんで。すまんナヌーク、君の犠牲はただ無駄ではない。あれ、これ体力減るっけ。ちょっとめんどくさいな。急行車でクリアプレート。青色の粘液は足りねえのか。ただ真空ピストル、精霊光、クリアプレートは無理だな。3つ作れないな。ここら辺も無理だしね。ライオンハートとか名前はかっこいいよね。ビーストクロー2回攻撃用か。あれ今強化バンテージつけてんだっけ、なんか忘れちゃった。ビーストクローだっけ。あ、ビーストクロー作ったね。でただガードがねマジ弱いんだよな。いやーガードはちょっとな、幻の合金を手に入れるまでは我慢だな。じゃあ、あとどれだけふわふわフード作れるかだね。これをいっぱい作っとこう。ああ、まあ強いのはできたか、アシッドウェブは。まあ一応、もっとだけ持っとこう。真空ピストル、精霊光かける3。157、一応もう一個作っとこう。精霊光、炭が足りない。炭はいっぱい作れんね。あ、待って、これ3つ必要なんだっけ。いやー全部が微妙に足りてないね。真空ピストル、精霊光かけるさ、1個持ってるか。でもいいのができればそれでよしというところで、まあ、こんなもんかね。そうすると真空ピストル157の85、大成功。216の84、急所狙い、必殺射撃が出てる。必中射撃か、これ外さないんだよね。めちゃ役立つな。よし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 、結構いいのできたぞ。153の真空ピストル、違う、118がいらないのか。気合の弓、これを真空ピストル216。いや、めちゃ強いわこれ。よし、これにしよう。これで必中射撃あれば1体は始末できるでしょう、今の段階だったら。よし、これをちょっと装備をあとはセーブしておこう。これなんで OK と。あー、不思議な機械になっちゃってるけど、まあいいか。じゃあというところで、もうあとはまた試合にね負けて終わりっていうところなので、今回はこれで終了したいと思います。ちなみにどんくらいかかってる。1時間半か。ダンジョンはねやっぱり長いんでね、まあもちろんところどころではもう早送りしちゃうので、じゃあ次はまたね、レシピ6の装備を整えたところからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。